はい、お待たせしました。湯川富士杯争奪麻雀女流リーグ2019西日本大阪1組第3節、これより第2戦の対局をお届けしてまいります。それでは各チーム、選手の皆さんを紹介してまいります。まずちーちゃんがマーチョーチームです。はい、よろしくお願いします。最高位戦日本プロ麻雀協会の高橋樹里です。よろしくお願いします。お願いします。1回戦惜しかったですね。いや、ふわっとまくられて、ふわっとでもないな、うおって思って、あれと思って、うわこれまくられてるみたいな。ボーラスの手もね、スワンコになるから。そうですね、なかなか楽しみもありましたが、はい。で、ふみやさんまだ来ないですね。あ、お寝坊さんなんかな。なんか連絡とかありました？いや、昨日の夜に朝よろしくって連絡来て、はい、了解ですって。あの今あの後は特に来てない。あ、特になし。なるほど。そういうちょっとドライな関係でやってます。わ、はい、かりました。はい、では2回戦もよろしくお願いします。はい、ではマーチョさんお知らせは、はい、先ほどと同じくですね、はい、マーチョ九州にやっとできました小倉店がもうオープンしてます。うん、それが一つで、もう一個が天王寺店でサンマができるようになります。はい、1月7、7やったはず、1月7です。はい、はい、7です。ぜひ、はい、そちらもぜひサンマしに行ってください。はいはいはい、どっかお店の方行ったりするんですか？あと私ちょこちょこ行ってます。基本は難波店にほんまに毎日おるなって言われるぐらいいるんですけど、うん、あ、そうなんですね。たまに梅田に行ったり京橋に行ったり天王寺に行ったり、関西は結構行ってます。そうなんですね。フラッと会うかもしれないです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では高橋さん、はい、お願いします。お願いします。続きましてなんちゃですね、ボタンチームです。お願いします。お願いします。あ、3人、椅子、椅子。私空気椅子で。あ、いいよ、あ、じゃあ、あの次の選手と内側選手、今度次の選手と内側選手座ろう。じゃあ座ろう。次の選手は座る、さっき打った選手も座る。そう、ということはフーガさん抜け番と。そういうことですね。わかりました。はい、じゃあ自己紹介お願いします。日本プロ麻雀協会の結城ゆらぎです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ボタンチーム1戦目は3着でしたね。何か、え、なんかね、3着なんですけどね、うん、あのね、貫禄ピンチしなきゃいけないやつ、なんかわかんないけど両面で泣いてるやつね。 あれだけちょっとなんかめっちゃ雑に打ったんですけど、うんうんうん、まあそれ以外なんか自分の好きにやってたからほんまになんか反省点ないって言ったら天狗だけど特に、はい、後悔するような感じもなく、あ、全然ないですね。うん、はい、まあ、結果は3着だったけど、はい、まあ、内容としてはそんなに、そうですね、自分なりに内容悪くてトップの時よりは上機嫌です。なるほど、上機嫌ってそう、全然怒ってないですよ。はい、今回どうということは今回ゆうきさんが打つんですね。はい、ゆうきちゃん、はい、ここまでどうでしたっけ。ここまで3-4なんですよ。3-4、じゃあそうそう、2以上が欲しいところ、もうトップですね。なるほど、わかりました。ボタンチーム的にもそうですね、今トータルはまあ 79.3 ですから、チームがね、そうですね、あのブルー梅田がねちょっと抜けましたからね。はい、個人よりもなんかどっちかっていうとチーム頑張りたいな、うん、個人はなんか後からね調整聞くじゃないですか。調整聞きますね、確かに。はい、ね、よろしくお願いします。はい、それではボタンさんお知らせお願いします。はい、麻雀ボタンは地下鉄日本橋駅から徒歩2、3分のところにあるノレトジャンソーです。で、年末年始なんですけど大晦日元旦ともにお昼の12時からオープンしております。うん、そんだけ、そんだけあ、1月もたくさんゲストが来てくれるので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。 あと今、はい、クリスマスイベント期間中で女の子がみんなサンタさんのコスプレをしています。なるほど。昨日ミニスカ、めちゃくちゃ短いスカート履いたんですよ。あのそこでなんか興奮したように言うんですか。いや、もうね、なんかいいのかなっていうぐらいのミニスカート履いたんですよ。 そうなんですね、それ聞いて 今からじゃあ行こうかっていう人いるかもしれないですね。いや、もうぜひ今日も夕方5時から空いてますんで。なるほど。もう女の子の、ね、パンチラ狙いでそういう言っちゃった言っちゃった、はい、でも本当めっちゃ見えそうな服だった。もうなんか今更でもね、新しいの買いに行くもできないんで多分この少しなぜこのサイズを選んだみたいな。いや、本当にそうなんです、はい、開けてみたらもうなんかもうすごい際どい服でした。なるほど。はい、見に来てください。はい、よろしくお願いします。それではゆうきさん、対局室の方にお願いします。はい、続きましてシャーチャが、麻雀ブルー梅田店です。はい、どうも。はい、まずは1回戦トップ、はい、
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったです本当に。ギリ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 100点ですけど、ね、集まったら OK ってもうすでにね。そうですね、ツモか直撃だなって、うん、あのダブナン泣けなかった時点で思ったんで、もう他からは見逃そうと思ってて、ちょっと僕電車勘違いしてて、これちょっとギリギリ足らないのかな、いいピン出たら勘すんのかなとか、ちょっといい、あ、なるほど、いいピン出たらとか、なん出たらとかね、なんはもちろんポンするつもりはあったんですけど、どこからでも上がれるようになるので、まあこれでチームが100ポイントオーバートラス、ね、優秀ですね、はい、さあ今回どうしますか、小島さんが小島さん、大島です、はい、めっちゃ小島さんコメントさっきも来てました。あ、そうなんです、大島、みんな大島で、大島今ビッグよビッグ、大島大大大島大大、はい、最近どうですか。最近ですか、麻雀ですか。麻雀も、麻雀の仕事もどうですか。麻雀の仕事、そうですね、充実した麻雀の仕事、うん、充実しない私の私生活。ああ、そこはやっぱ反比例なんやなって。ああ、どっちもうまくいかないもんだと。そうそうそう、ね、ガスが止まったり、水が一生出っ放しだったりといろいろありましたが。はい、あの来年の、ね、ガスが出っ放しやばいじゃないですか。ガスはでも1時間で止まるんですって。ああ、そうです。教えてもらいました、あのツイッターの人に、ありがとうございます。水は24時間以上出てたんで。やばいっすね、結構な量出てたんで。うちもね、うちの店も水道、トイレの水道出っ放しで、もう延々と流れっぱで、水道料金5万いくらとか、ちょっと、いや、やばい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 、1万円以下でお願いしますと。やばかったっす、新年からの請求。そう、なんかね、計算したら、ざっくり計算して35立方メートルぐらい出てるんですよ。多分誰か計算してくれますよ、それ、いくら。そう、私の家、多分ね。おいくらほどか、分かるかな。そう、めっちゃ怖くて、まあでも、皆さんにそれもね、お伝えしていけたらなと思ってます。あの、またブログにアップするので、はい、楽しみにしてます。要ブログチェックでお願いします。はい、それでは、マージャンブルー梅田店さんお知らせお願いします。はい、マージャンブルー梅田店は、赤い三品が有名なお店です。ですね、今年はもうゲストはないんですけど、うん、来年の1月14日、祝日の月曜日に東京から、中川ゆかりプロと石井彩プロが14時からご来店されるので、うん、されるので、皆さん、同卓希望の方は、お早めにお店にお越しください。よろしくお願いします。お願いします。はい。はいはい、では、中島さん。あ、大島。大島です。大島です。ちょっと大きくなったの。ちょっとだけ大きくなった。会場の大吉さんお願いします。お願いします。はい、続きまして、ページはですね、ジャンサクチームです。はい、よろしくお願いします。どうぞお座りください。まずは1回戦、ちょっとなかなかね、前に出られない手ばっかりというか、ね、親番とかでもね、なかなか出んばらないみたいなのが多くて辛い半ちゃんでしたが、今回はどうしますか。どちら。今回も私です。連投。はい、連投です。ちょっとなかなかプレッシャーかかるところだと思いますけど。ああ、そうですね、またマイナスにしたんで、ちょっと次はトップ取れるように頑張ります。頑張って。全然関係ないですけど、リーチかけた時にマッスルとかってその筋肉鍛えてるんですか。筋肉が結構あって、あ、でもなんかこうした感じは普通なんですけど、おお、すごいすごいすごいですねっていう、へえ、コメントを。何をやってるんですか。何もやってないんですよ。あの、ちょっと筋トレぐらい。ちょっと筋トレ。ちょっと筋トレ。お風呂上がりで腕立て1000回とかやってた。すごいっすね。そうなかなか。じゃあ、それでいいパイ引き寄せるそうですね、今度こそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、お知らせの方お願いします。はい。ジャンサク TV ではいろんな配信を、やってます。で、年始にはまた、あの、協会の、あの、リーグの優秀者の大会もあるので、ぜひ、見てください。あ、はい、最高位戦の1月6日に本部支部対抗戦というのがあります。最高位戦の中で一番強い支部はどこだというのを決める面白い大会となってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それでは水谷さん、はい、対局室の方にお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、それでは解説の皆さん、こちらへお越しくださいませ。ちょっとうるさいのが来ます。はい、再び。あれ、うるさいのは誰が。ああ、なるほど。どうも。あれ、はい、こんにちは。わ、すいません、あの、すいません、あの、一般の方はちょっと、え、一般、こんなオーラがあるのに、私このオーラを自己紹介をお願いします。はい、
日本プロ麻雀協会の住谷真由です。お願いします。お願いします。というのもね、今日なぜこの時間に来たかというと、はい、ジュリさんにできるだけ会わんとこうと思って。なんでですか？やっぱりあいつ来たぞみたいな。なんか悪いんですか？違いますよね。怯えるというか。そうですね。そう、変にこう注意を与えてしまったら、うん、野生の動物とかでもさ、人間の餌とか食べたらさ、あかんくなるやん、鳥とかでも、はいはいはい、だから注意を与えないようにこう合わないすれ違いの関係で、なるほど、ね、僕からあの野生の子を見守るみたいな自然でのびのび育ってほしいから、私みたいなもんが優しくこうしたらダメになるんですよ多分。なるほど、はい、あえて野放しにしとくと。そう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 。確かにちょっと前回反省してたんで。いや、めっちゃ反省したっす、ほんまに。なんか2本目のジュリがなんか、引き込まってたから。そうそうそう。だからもう私には必要ないんだ、この子には、みたいな。もう絶対、もうちょっと、できるだけ会わんようにしようみたいな。なるほど。まあ、退屈しないで済みそうですね、この実況席も。のびのび喋ってください。仕事してくださいよ。仕事します。と何曲なんちゃらみたいな。ミュウがいるんですか？私はただの応援なんです。あ、うるさい。じゃあそんな感じでやりましょうか。じゃあ私が喋りますね。そっちで一大丈夫ですか？大丈夫ですか？多分大丈夫です。はい、じゃあもうちょっと続いて、うん、しとってください。はい。始まっちゃった。どの一曲？親が。親誰ですかこれ？水谷さんですか？じゃあどういうメンツですか、今日は？高橋ですね。高橋。はい。ドラがウーピンです。葵ちゃんシンデレラの衣装や、これ。へぇー。かわいい。強かった。ジュリ切ってる、早い。ほんまや。ジュリちゃんはほんまに、まあ、あれ、なんやろ。早い、切るのが。早いですね。うん、スイッチは全然追いついてない。うん。たまに迷子。長所か短所かわかんないですけど、うん、まあ、いいことなのかな。めっちゃいい。およかった。こっちもいいじゃないですか。いつ一気通貫、君の茂みに一気通貫ですね。なんか、え？エロい。それ書いてめっちゃ怒られました。書いて何に？コラムで書いて。あ、そうなんですか。二度とコラムの仕事来なくなりました。怒られるとかあるんですか？君の茂みに一気通貫と書いて。うんうん。吉野さん、ドラがなくて具形多いですね。もう全然いかない。藤谷さんは、あ、塩単用。もう見てる。ウーピンとか入ったらもう初とかするして、メンタンピンあっちにしたい。おワイプが面白いですよ、いやー、やない、こんなん嫌だ、キューピン前切ろう、さすがにね。ちょっとあーいつ、いや、うーん、メンピン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 になるかどうかわかんないね、うん、パーピンから入るならいいけど、パーピンから、ウーピンが来た時みたいな感じのやったんですかね、今の。だとしても9切ればいい、まあ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 水谷さん初のトイツの年に入ったの、ね、あれめっちゃ私好き。一枚切れだし、うん、もう単品でカート、まあ、そうですね、パワータイプなんで。葵ちゃんほんまに重厚、もうすごい、いいソードが切れてる。イシャンテン、そうっすね、ですね、タンヤオ、うっかりタンヤオになるか、うっかりタンヤオ、イーソー弾いた時イラってするんですけどね、私これ。あなただけですよ、それイライラしてるの。一打で一気中して。いやいや。パンツしませんから。数層じゃないと、いや、わがままなんで。あ、お、いいちゃん。いいっすね。メンタンピンドレッチみたいなね、感じもあるし。めっちゃ嬉しいっす。リャンピンなんで置いてるんだ。あ、なんだこれは。どっちのローマンかチーピンか。あ、どうする？単用にリャンソーとか行っちゃう？三回行った。やる。もう一回ドラ引っこき？あ、ありですね。ピンズの伸びを。にしたってチーピンからで良さそうな気もするけど。さすが。あ、これは。メンタンピンイペコ。メンタンピンイペコや。みんなもう思考が深いよね、やっぱり。この人たち。あ。いやでもこれはいらないんですよ、この言いそうは。言いそうはね、嬉しくない。嬉しいけど嬉しくない。棒にテンパるけど、あ、お前したらそんな大したあれじゃないから。3個まで、まあ、漫画以下お子さんみたいなもんですからね。そう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 、はい、おお、ほら、これ本当にそうなった、すげえ。これを見てたから、葵ちゃんは。でローピン引いちゃう。そうそうそう、ローピンとか引いちゃう。おえ、負けちゃう。いや負けるでしょ。どうなんやろ。
負けちゃう。黙りたくないですか。いや、両人は黙るけど。ピンズが待ちになれば黙る。割と終盤ですけど。ああ、出ていくんだけど。出さないのじゃん。まあまあ、さすがにね。リーチします。はい。リーチ単位を。これもう一回ローリングしたら、そうですね。ウーマンバに1枚しか切れてないですけど。ジュリーさん、行くね、いきなり。ここもやんピンチレッド。パースは。ああそう何も切るもんない。じゃあ行きましょう。でも何も切るもんない。ごめん、ごめん。まあまあ力入ってますね。びっくりした。そうっすね。置いとけば使えた。置いとけばみたいな話。お、一時さん。一時さん、一応は。プラス字。あ、でも運転切ってるから。あ、そうっすね。ドラは運転なんだからね。うん。それぐらいは。他に切るもんもないですしね。うん。ちょっと。ウッカルチートイチとかでテンパったら。ラッキー。あ、来た。テンパりましょう。ピンフドライチ。いいやん。行きましょう。イースソー。おやり。イースソーは場に3枚切れてます。ゲンバリ。ゲンバリか。いや。負けたったリーチやな。リーチ行くかな。さすがにレオンマンの方が強そうだけどな。ウナギちゃんもいいシャンテンなんですけどね。うん、だいたいこの辺。そう。うわぁ。リズムパン屋を1個。2000、4000のつま上がりです。あ、いきなり親っかぶり。もう私来た。赤野ちゃん、これ。そう、存在自体がちょっとあれだった。さっきもいきなりゴッパ打ったところからトップメアで。確かに。そう、言ってたから。言ってた。うん。そうそうそう。関係ないか。そう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 。2曲、親はユキですね。あれでもチャンスさんすぎりすごいね。すごい。ちょっとしかも3から行きましたからね。決めてたから興味ない。なるほどね。私、イースッソー興味ない。なんか、男に対する片鱗みたいなのが見えますね。でもズバッと切っちゃう。そう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 。怖いな。前の人はもうズバッと。ドラは3層です。ドドドドドドラある1枚1個うんちょっと使えるけど自敗いっぱい申しはチューンってやつですね。ウナギちゃんマジで顔面天方位やな。うーん、かわいい。どういうこと？かわいいってことだよね。なるほど。天方位だけいやいや、まあまあじゃあもうあれで、はい、たどたしいフォローなんかみんな微妙。ここが一番いいかな。はい、特別ですけど、これドラ1あるし、なんかあんま日給とかで泣きたくない。マジっすか？夜会、ドラがあるから日給でやったぜって。やだマジ。酸素をひっついてから、ポンって言う。絶対泣きそう。いいやん、ジュリちゃん。ほんまや。いいじゃんで。酸素ドラか、リーチ行くやろな、この人。行くんじゃない行く、行くと思う。眉おるけど、あるかな。いや、あんまもう、触れてないから、ジュリちゃんには。あっすみたいな、こういう挨拶。あっすみたいな感じで。軽くその話を言うと。とりあえずね。あ、動いた。あ、本しましたね。ヤンピン100杯、動いた。うん、メンツきた。スーピン。こいつ向いてるんですかね、もしもし。どれどれだ。こいつ、マンズ。そうですね、マンズ。ヤンマンとか残してるんで。そうかもね。うん、あー、怖いっすね。ヤンマン系そうだもんね、とりあえず。そうですね、メンツ普通に進めるんだったらヤンマンとかの方が。お、ニャンカン、ニャンカン、いいシャンテン。目いっぱい、うん、あー怖い。私ビビってああいうのできないんですよ。わかる。そうです、結構置いてるイメージある。なんか自敗を1個置いてて、みゆちゃんめっちゃ置いてるよな。そう、絶対絶対ってことでもないですけど、結構置いてる。置いてます。結構置いてる。さっきは結構目いっぱいパンパンにして ビビりながら、なんか押しかけたら置きたくなりますよね、ちょっと。うん、あ、いい感じ。全然だとまだ、なんか短くてこれで、しかもなんて言ったらいいの、5パー以上ぐらいの手だったら別に目いっぱい置きたいなと思うんですけど、なんか日給とかでもう
プレゼントとかしたくないじゃないですか、刺さった時痛いし。親だとパンパンに、うんうん、ね、うん、いや子供の2000点とかでは全然パンパンにはしたくない、ね、まあ、チリビリなんで、チキンなんで見えないですけど。そうさあ動いた。あ、ティファーですか。あ、さすがに先輩は取りましたね。親に風呂だしね。キュソのがすんなりいけそうだけど、ジュリーもうキュソやばい。さあ、イラギちゃんもカンパーマンのテンパイ入りましたけど、あー出るわこれ。まあでも1000点だから別に、まあそうですね、ダメージ重装止めて、あ、天才すげえ、そうした、そんなことあるの。どうや、私のジュリー子今年は違います。インターチ23今年ってもう終わりやで。あと2週間ぐらいしかもう終わる。勇敢不死はっていうね。なるほど。お、これでこうしたことさすがに打ちづらかったか。そうですね、ピンズローキューピンがめちゃめちゃ浮き出てます。うん、ああなるほど。ドラ親は大概、ああドラか、ドラはさすがにいかないか、いかへんかこれ。9枚かけます。悪いしね。うん、まあ9万も9万も両方現物なんですよね、これ。そう、ね、ああそうか、安全に回れるし。あんぱいなかったら押しててんけどな。大島が本一になって帰ってきそうだよ。怖い、パワーアップしてる。あ、もうチーマン現物なんで、まあ、一旦チーマン行って、はい、これは泣かない。チーマンは泣かなかったですね。チーマン泣いたら観浪湾とかローピン行きたくないじゃないですか、もう絶対に。ローピン、まあローソン行けたら行くの。あ、もうやめ、ね、やめてますね。それよし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 、1個1個1個ドラ 1個よし来た。こうジュリ来たよ、今年2400円のつま上がりです。ん1326。え、思ってなかったっけ。思ってはね、ギリギリなかった。1300、2600ですね、すいません。 R1 グランプリ優勝ちゃうかこれ、今年 R1 グランプリ出た。出たらね、出たら何やるんですかね。何やるんですか。ピン芸人だから、マーチャオギャグで、マーチャオあるある、完全にうちわ、うちわ、超うちわね。この黄色いやつって何ですか。広告ですね。広告、ありがとうございます。名古屋さ さんどれぐらいですかね。ありがとうございます。そんな見えるんですか。なんかあったような気がするんですけどね。ほんまや。え、なんかこれめっちゃ、え、27の2700ポイントの広告のうち、これなんか2人ぐらいやってくれてる、気づかない間に200ポイントっぽいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この3曲、親が大島、ドラはウーピンです。もさっきやめたね、さすがに。あのルーピンさん7、8、9。アサミンさんはね、この打牌がすごい丁寧でね、ほう、素晴らしいんですよ、この方は。大事です。そっとこう、すっと、OK、もう怖い牌も強打しない。そう、なんかションパイに見えないです、アサミさん。あ、なるほどね。4枚切れの範囲だよみたいな感じで。あ、さすがアサミさん。なんか男子ゴロはあれですよね、なんか打牌優しい方が女性に対する扱いも優しいっていう説を聞いたことか、そういう風に見られてるんですか。マジ見よ。こいつは DV の毛があるぞみたいな。そうそうそう、判断できるっすね。バンってする人はなんかいろんなことがちょっと浅くてみたいな話を。やばい、ちょっと手震えてる人は、ね、みゆちゃん回ってんな。じゃあ何がすか。もう酒飲んだら殴る、蹴る殴るですよ。蹴る殴る、あながち間違ってはないかもしれない。気をつけましょうね皆さん。はいは優しく、はいは優しく、展望もそっと。なんかみんな武系がそう、うん、目立ちますね。猫多いね。この789うまいこと言ったらなるぐらい。あ、水谷が一番なんかね、良さそうな雰囲気で。いっちゃいいわ。全単品イペコドラドラ。お、チュンが統一になって、ふふふ、どうしよう、いいよ、嘘、ダイレクトペンさん。お、4万からいった、うん、ペン3万。あ、2枚飛びか。あ、まあいらないけど、吐くのも。安全パン1個置いときたいですね。うん。入れん。入れん。なにゃにゃ。置いときよかった。お、なんか微妙じゃないですか。結局、統一できてもね、まあ7、8、9。3色なら7、8、9だが。
なりますこれ。うん、ちょっと、ちょっと、むしろなんか、トイトイとかサナンコの方が早くないですか。でもドラがちょっと使えたら、そうか、一応、ね、567ってメンツで使えるもんね。パーソーとか言っといたら、うん、なんか、ドイツってチートイツも使えて、何でもいけるけど、あ、3ピン切ってもチートイツはいける。うん、あでも、この数ピンめっちゃ痛い気がしちゃう。そうでもないかな。お、来た。来たわ。ドラ1ありますからね、もう。ドラなしだったらね。うん、ドラなしはちょっと。やってないですけどね。良さそうやん。どうなの？お帰り。カンニカンパチはリーチしろって本に書いてますからね。うん、そうなんや、やっぱり。ウーマン兄弟？ウーマンそっと。そっとね。あ、スーマン。大人。夏木さんって、はい、割れるぐらい叩いてはい、だけで済んだらいいんですけどね。各弁償状態で。うん。お前、ジャン高いですからね。やばい。債務者になる。これでもだいぶ、あ、もう、さっき数万抜いてるんで。そっか、うん。めちゃめちゃ大人ですね。やっぱ3万2000あるから。大人 す,、ね、大人すぎひん、ちょっと。ジュリが、イーシャンテンなんですよ。チュンポンして、うん、でも出るんじゃん。ウッパッソを切ったら、チュンポンからのウッパッソは耐えます。これほら、あんま耐える形に。よしよしよし。実際パンマンはありますまだ。あと1枚。あと1枚。あと1枚。うん、あー、バイチないね。私はそんなに終わった手詰まりですか？一応チーマン通ってる。筋、え？あ、通ってる、うん。復活あるか、これ。ああ、大人やな。今度、缶来た。うわ、モンスターボールの缶。やばい。シンドラ酸素、一個乗った。うわー強い。ケツから、ケツからインフェルノ。リーズも、リンシャン。ドラさん？ドラさん？ドラさん？ドラドラじゃないですか。ドラドラドラ、いや。ドラさん。ドラさんやね。ドラさん。え、ハルマン ?36000 のつながりですね。すごいでしょ？暴力。すげえとこ抜いてきましたね。すごい最後の1枚は。あ、なんか今数え直してる。酸素ローピン、ローピン、ウーピンがドラなんで、アネマンやけど。アネマンっていうのは気づいてないけど。いくら渡してたよ、さっきいくら渡してた。多分24000渡してるんで。ああ、そっか。あの、これとこれとこれでしょって。これでしょって。なんかね、配信とか見直してて、間違ってんなみたいなあったんですけど。え、ドラドラ？え、嘘？あれ？え、酸素、ドラで？酸素とウーピンとローピンじゃないですか。酸素とウーピンと。酸素、ウーピン、ローピンじゃないですか。ローピン。リンシャンチーム？違います。リーズもリンシャン。ドラさん。リーズもリンシャン、オモは、まあ、勝ち確定。オモは確定で。で、ウラウラじゃなかった、うん、ウーピンとローピン乗ってませんでした？こっちでは、こっちでは、ね、ドラさんに見えたんですが。でもこれビデオ判定できるからいいですね。そうそうそう。24000なんですかね。多分。一応24000で移動してる。追っかけ再生的なやつってできるのかな。フレッシュだから無理なのかな。できないですかね。なんとでもなるでしょ、こんな。表三層で、裏ドラが、そう、数ピンとピンが表示牌で、はい。だから3枚ウーピンローピンが乗ってるはず。違いました。でもどうなんの、そんなの確かめな。多分今止めないと納得しないでしょ。しかもビデオ見してもらうな、みんな納得しないですよ多分。あ、でも今はねビデオ判定できるからいいですよ。ビデオ判定してくれる、これ。でも今は見るってなったら大変じゃないですか。まあでも止めて、一旦止めてね、一旦止めてるっぽい。あ、でもやっぱそうだったっぽい。絶対でも納得いかないでしょ。お前カメラ見せろみたいな。そんなやからいます。ミュウちゃん、ミュウちゃんちょやからみたいな。そんなこと言っちゃう。ちゃん一番やからそうですよね。女流したらダメでしょみたいな。いや、私はかけてこっそり言うタイプです。36000で展望が移動しましたね。はい、はい、はい。結構大島がいい。ですかね、トン洋曲。大島と水谷が伝説の。親が水谷さんですね。あ、でもみんないいよ。そう。いや、うん、まあ、一人だけちょっと国士、国士、うん。いや、逆張りよ、それ。なんか自分が八百長杯の時って。ノーシャンテンですか、うん、そう。
え、なになに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10種11杯あるから。よっぽ。リャンシャンテ。え、こんなん絶対。うわ、もう怖い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 。おっし。イーピンと、キュイーソー。イーソはよかれろ。みんなほら見て、いいよ。そう。でも、いいだけに逆に泣いたりしたくないから。あ、怖い怖い怖い。あ、でもこれ。翻弄といとい。音質。なんちゃらかんちゃら。きっと転職。あ、いけそうです。これリーチ行くんじゃ。いや、追っかけ再生ないような気がする。リーチのみなんですよね。もったいなし。リーチのみペンチーマンなんで。国士おるぞ。あ、でもこれもったいないわ、さすがに。うん、9万円って1回。一旦、一旦発切るけど。まあ、なんか、引いたらでもすぐに9万パーマンで払いたい、ね。チーマン引いたら、異界の9万切りリーチ。嘘、そんなことある。しましょう。あるんちゃう。でも別に全然する人いると思うけど。あ、これで、一旦。おっ、ピジット。おー、なるほどね。まあ、インマン切ってる。タイヤ王がね。国士のやつおるし、もう、みたいな。自分も天文ないですしね。うわ、どうしよう。水曜。なごたんの。リーソクズもタイヤ王、2004戦のつま上がりです。こんちは。すごい。あっさり。さすがです。さすがっすね。てか、作りいけたかな、なんか打点めっちゃみんな高くないですか、確かに。2,000、4,000、3,000、6,000、2,000、4,000みたいな。それ、ジュリちゃんどうなってる ?2,000、4,000、親かぶりました。親かぶった？また違う。いや、え、違う、さっきのはかぶってないです。さっき1本目親かぶって、うん、そんな今どうなってるの？トンバレ2回親かぶり。そんなやつおらんやん。そんなどうなったの？今のは2,000、10しかなってないですよ。人間超越されたから。もう何入？何入しました。で、親が高橋ですね。ジュリちゃん頑張って。みんなはでもいいような感じ。ドラが両ピンで。まあまあですね。まあまあ。でもないの一曲早っ。あー、めっちゃ良さそう。順調。あ、これも悪くないね。泣かなかったですね、水谷さん。ほう。むしろドラの両ピンが浮いていますけど。スタメン詰め。側欲張る口っぱとかなんないかな。さあ、どうしよう。一旦パーソーは切りますか。常人はパーソー。ペイペイとか行きます。1枚外すのもちょっと面白いね。1枚切れちゃってるんで、なんかシャンポンリーチだとちょっと、うんうんうん、2枚見なくやろうな、これ。さすがに。さすがにまだね。いいシャンテン。じゃあいいシャンテンですね。ペイペイ。なんか微妙。ランピンなんでね。うんうん。ランピン2枚欲しい。そう。それはみんな欲しい。そう、ランピン2枚欲しい。うん。数万置きます？うわ。前切りました。おしゃれさん。今のは置きます？さすがに初切りたいけど、ね。うん。うんうん、でもこれやっぱ三谷さん、なんか初切りそう。嘘やん、ほんまに。だって単用になったで。あ、これ初キロ。これは切りましたね。いや、しない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 。嘘やろ、ほんまに。せえへんよ、そんな。今までの。嘘やん、うん、今まででも。うん、いや、さ、やばすぎ、すごいな。いや、マッスルやから、もう。マッスル、やばすぎやろ。じゃあ、テンパイなんですが、ここは外しましたね。うん、確かに、初本して、あの、悪い形でね、まあまあ、先天。え、でも今何着？あ、そうか。まあ、妙やな。さっきラスなんでっていうのもあるから。これ多分落とすんやろ。チートイ、イーシャンテン。これでもチートイツのイーシャンテンなんで。ヤンピン引くぎちゃうんだって、これ。ヤンピン引いたら、メンチで、みたいな。ヤンピン引いてから行こうは、ちょっと。間に合うかな。そうね。ミラギちゃんなんか引っつけ。そう、3色、3色。ローピンとか引け。3色。まあ、パーピンでもいいや。あ、でもだ、うま。何間違い？天才だったわ。これヤンピン引いて、リーチちゃん、これ。リャンピンか、チュンか。わ。さあ。あ、これチュン短期は1枚切れなんでリーチ来ましたね。うん、リーチ、チートイツ。お待ち頃ですね。お待ち頃。そのローマンを、あ、もう3段目落としになってんのか。あ、そこぐらいかな、目立つ。あ、3色。帰ってきた。でもローピンが場に2枚切れてるんですよ。いや、しかも振り点、振り点。で、振り点なんですよ、ね。か。あ、厳しいな。マッスルならリーチだが。マッスルはリーチや。これ、どうするんですか？負け覚悟で言ってもいいかなと思うけどね。意外とマッスルじゃないか、多分。一応トップ名だし。あ、そっか。トップ名かも絶対いかへんやろ、ほんなら。いかないですか？でもこれ割と。
でも良さそうくないですか。これで勝ったらめちゃくちゃ偉い決定打になりそうだからめちゃくちゃ偉いしもうめちゃくちゃなえる周りからしたらこれぐらいはねラスベやった行きたいけどな あでもよかったっつってこれイカフリケンだからフリケンなんで上がれないからロンで言ったらすぐ指さされる危なかったやっぱ行かない方がいいのかああいうのはあそうこっそり役立ち観ローピンただもう貫禄ピンがほとんどない、ねうん、ないんですよね。あ、チュン掴みましたね。ちょっと。なんか急に掴み出しない。危ない。ね。3200点の上がりとなりました。くーすごいですね。これ初泣かずにね、2泣きもしないで。うん、まあ、それやで。絶対ないって先天やわ、もう。関西の床富士のメンバーなんか結構珍しいタイプじゃないですかね。え、そんななんか私たちがねチョコまかしてるみたいなチョロキジみたいなチョロキューいっぱいあったやんやめてくださいよそんなことないよね私全然格式高いわでも年に2回ぐらいしかチーって言わないそう好きばっかりやろ何曲親はゆうきドラは初ですなんかこの上から見る図の、うんうん、あの足がすごいああ、わかる。ちょっと変態ですけど。でも、見れない。視聴者さんも見れないよ。あ、見れないです。映んないんですか？リーチの時に、リーチの時に映るかも。そうですね。そう。それを見てる人おるんかな、必死に。早よりしろ、みたいな。天下目映せ、みたいな。天下目映せ。運営、運営、天下目映せ、みたいな。あ、でもなんかカメラの角度めっちゃ見てる人とかいる。へぇー。なんかその、うん、そう。角度によってはなかなかすごい角度やったりするから。ああ、そう。なかなかすごい。エロいんですよ。ドラが初なんですけど大島と水谷の手が面白そうだね、うん、勇気がこれチートかなチートドラドラ大島さんはあでももう想像にはいかん、うんまあ、日頃もあるんでってことですかね、うん、イペコにもなるかもしれないやつよいしょすんだいつ初切りますかねみんな1枚ずつこうやって水でもって読んでしょうね有機はどういうつもりなのかにイペコなりましたよ確定させますかこれチーソー切りもうピンズ切ろうかうんピンズ切れますチーソーいやチーソー切りたいかなこれは私もこれチーソー切りたい、ね、切りそうかな確定確定でしょ確定ピンズブロックで頭が低くて8球1枚ずつ切れてるしねそうなんですよねあんまりいい街にならないですよね、うん、見た目三面ちゃんだけど実質1枚ずつみたいな、うん、でもあわりやんよくなってきた多数初切らない切らんやろこんなん切らない、うん、まだまだ切らんじゃんおしまい中鎮痛したいことないこれ、まあでもだから多分パピン切ってるんでしょうね鎮痛、ね、まで行く今うん今切りそう頑張れ受けがちょっと、さあチートイにしますこれいいんじゃないかな。うん、なんか親だけど。今からうちのジュリコはトップを取るにはどうするんですか。え結構でも取りそうや、ね。一番離れてないしね。全然離れてない。伸び伸びいける。いそうは。もういそう。来てるもんね。来てるんですよね。おドラ重ねましたね。勇気が初1枚浮いてる状態なんでもし面地点になった時にね初が出てきてポンテンとかなっちゃうとおこれ仕事もはないか仕事はないか仕事見てたんすねこれパーソン9速いれば仕事の2チャンテンかまあ9速9速いやでも9速9速で単野3色だよねそうですね9速いかんか梶本さんの宗派だったら鎮逸イーシャンティンぐらいになってましたね宗派、うん、宗派鎮逸ピンフイーペーコーのイーシャンティンバイマンお帰り怖いなぁ怖いはもうポンしてもよし両面リーチでもよし何でもいいですからね早くテンパレーさそうじゃないさあでもこれいやでも、ね、まだ出んやろチーピン切ってるんですよさっきおぉピン重厚うーんあやっと入ったよしよしよしいいシャンテンですねマンズどこにおー来たうまいもついもついになったもちもちやけどどうなんだろうな
でも両面はい両面両面なんで水谷さんシャンポンでリーチ来そうじゃない来たそっか HP4 枚切れかなるほどそうなんですよね HP 開くんですねじゃあそのあ、テンパッタが、ジャッソパス急走。だが、だが意外と薄い。ない。さあこの数ピン落ちすれば初バックの漫画のテンパになりますが、テンパも一パマじゃない？うん。そっか。リータン。持った？メンタン。一個。リータンやおなら15,200の値上がりですね。この上がりはでかい。うん、どうなった？まあ、丸くなった。まあ、うん。高橋さん222かな。2? 今表示がちょっと。戻りますか。まあ僅差でしょ。そうですね。うん。とも三曲。あ、でも先先ああそう何も入して早っ何入してますか。ラス前でございます。ラス前であ。ちょっと。ナンバーだ。見てない？見てます。何三曲親が大島ですね。結構先手とか上がらしたら。結構うまい。でもめちゃくちゃ定義ですよ、大島さん。いいね。親か。スタには厳しいか。水谷、常に大体厳しい。うん。大きく狙おうか、じゃあ、ダメ元で。大島、スチートイツとか。難しい。大きく狙うにしてもなんなんみたいな感じですけど。スチートイですかね。お、いいやん、ジュリちゃん。いや、いい。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいやん。勇気はドラがないですが、役配が統一なんで、もうかわしに行くんじゃないですかね。そうですね。うわ、いいやん。やばい。あ、でも、幸いこの白はしばらく出なさそう。確かに。ちっといですもんね。一応、国士とかも見てんのかな。多分、もう、運満切って、リャンボーも行きましたからね。よしよし。いいよ。めちゃめちゃいい。ペン3ピンでは打たへんやろな。さすがに。大島さんも目いっぱいいってますね。あ、パクがこれでもちもちになったんで、トイトイとか。トイトイ、いけるね。あ、目覚め、目覚め、あ、せー。よし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 。9の3色どう？一応。これは？あ、しごろの3色。一手代わり3色。偉い、ジュリちゃん偉いよ、これ。よく我慢した。あんまりね、褒めすぎてもやっぱ良くないんですよ。難しい、先輩は。難しい。褒めすぎても調子乗るし。そうそうそう。すぐ、勘違いするから。これでちょっとなんかやりたいものが見えてきたんじゃない？トイトイ。なんか、ワイプの、あれは何なんですかね。あれとは、顔。顔。顔芸ですね。歯が痛い。歯が痛い。さっきは両手でしたよ。大島さんドライチあるんでもういっぱいいっぱい受けたい。ジュリさん突然切れてリーチしてる時あんねん。いやそう、僕もそれ今言おうと思った。ちょっとなんか怖いね。もういいとか言って突然切れるしそうと思って。ちょっとあかんでって言うてきてくれません。いやいやいや。あかんでって。やっぱチームメイトとして。祈るしかないですもん、こればっかり。ジュリさんの気まぐれなんで、もう行くか行かんは。いやさっきも関数もなんでリーチなんだ気まぐれって言ってました。ほら、猫みたいなやつなんで。おつもつもりましたね。つもたん。いいやん。めっちゃいい上がりやん。500円のつも上がりで。意外の3ジュリちゃんはチーリーチあったかって思ってたで、これ絶対。いや。あのババアがおらへんかったらリーチしてたのになって絶対思ってんねん。1本目やって鈴宮さんこの会場おらんかったら負けてたんですよ。そうそう、絶対負けてた。あいつ今解説してるから、ちょっとおとなしくしといたろみたいな。あいつがおるから。見てるし、みたいな。そうそう、絶対2000、4000私上がってたよ、これ。大変やな。そんな気ないのにな、そういう縛りつけるつもりはないのに、申し訳ない。私という存在が、かっちゃせになってる。これでも 2から4までめっちゃ接戦。すごいですね。はい、オーラスですね。今夜は水谷。いいじゃん。お、え、トップもあるやん、これ。ある。いや、トップもあるけど、水谷は2回なんとかしないといけないんで、ちょっとさっききつい。さあ、結城はちょっと手が苦しいですが、よくないですね。けど、結城は上がればいいんでね。ちょっとじゃあ2着でもいいよ、もう。いや、もうこんな点もトップでよくないですか？いやいや、最悪ね。最悪ね。ラス、ああ、ほら、水谷さん多分もうすぐに点配入る。3色と1通の。1通の見える。ここまで頑張ってきたのに、ジュリちゃん。まあでも、親が1回上がってくれる分にはもう1曲ありますし。いや、もうこれ4000オールやん、でも。そうやね。無理や、この4000オールだ。
逆に親が4000おるって言われたらもう次もうラス争いがやばい。そうそう、じゃあ変にやっぱトップ狙ったろみたいななるじゃないですか、次とか。なる。それで切っちゃうか。ウピはないですかね。さすがに。よしよし、ジュリちゃん、あ、ジュリちゃん、へ、無理しんでいい、無理しんしんと。しんでいい。現実、現実見よう、もう。親が危ないから、まあ、知らん、向こうは知らないですよね。ジュリって現実主義者なんですか。あ、来た。来た、もう。これどうすんの？ 6000 を狙ってリーチ？リーチでしょ。いやー、黙りましたね。大人、大人だわ。あー、まあまあ。いや、ここでリャンマンちょっと切って1万2000とかやったらもう。後ろのジュリコ持ってない？大丈夫？いや、でも来たらすぐ撃っちゃう。大パンやん。これは、大パン。あ、やばい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 。これ、やばいじゃないですか。やばいやばいやばい。やばいでしょ、まだ出ないでしょ。なんかあれ、いや、撃ちたいよ、これね、相当。でもリーチ行ってたら、あ、リーチ行った。あ、リーチ行きました。つもぎりリーチ行きましたよ。つもぎりリーチ。これ助かるね。ちょっと助かった。助かる、絶対助かる。アサミ絶対出ないです。いやー、ちょっと大島助かりましたね、これね。うん、まあでもこれ、水谷さんの立場からすると、ビハインドなんでなんかもう、負けても全然。ビハインドっていうほどビハインドでもないけども、やっぱ押さえつけたい方が大きいんじゃない？いやね。うん、個人が多分、ポンチされたらなるんで、あ、そっかそっか。苦しそうだったんで、ポイント多分、素点稼ぎに行かないといけない。全然リーチで多分よかった。私、即リーチしてるわ、ほんまに。まあ、全然全部あると思いますけどね、即リーする人もいるし、ずっと黙る人もいるし。なんか3、6、4、7とかだったら、まあまあ、黙りそうですけど。よく考えたら、黙もありやなって思いますね。負けてから思われてません。でも、なんか勢いよくリーチって言った後に、あ、これ、あ、まあでも、よかったかな、みたいな。だって、漫画ですもんね。空振ったら思う。1万2000の上がりの方が痛すぎるんでね、これ。あんま行く人いなくないですか？さあ、雪のところにこのヤンマンとかもね、すぐ出てたかもしれない、うん、そうですね。あの形だとちょっと、でも結局、じゃあいつリーチするのってリーチするときなくない、うん、自敗短期とか、なんかそういう。いや、短期に変えることはないですけど。じゃあもう。まあでもあの、まんまで後の数万引いてるときにイースマに振り返ってるんじゃないですか、まあ、イースマに振り返ってもなお黙り。脇にめっちゃ流れるやん、これ。大、うん、島さんなんか粘ってるっぽいんですけど、ね。みんな結構粘ってますよ。ただ、切るものが。ないんですか、切るものがちょっと、どうしよう。急便難しいなぁ。でも、つもぎりなんですよね、これ。つもぎりリーチは、面品のみって聞いたんですけどね。へぇー。嘘やな、みたいな。うん、だから、結局そう、何でもあるんで、どういうわからへん、キューピンとか。あと、人にもよるんで。1枚取ったら3枚取りますし。さあ。お、あ、いけるんちゃう？ジュリーが、キューピン次出る。キューピン次出る。ジュリーが、初のみか。の天敗が入ったんで、これ大島さんから9ピン入れますね。おお、上手。え、これどうなんの ?2 着。2着。2着になった。あ、2000は3。あ、嘘、2000点か。2000は3000。3000のレベル。2着から2着です、ね。まあ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 。まあでも、トータルのね、ブルー梅田が4着だから。9ピンあんこ切りだったんだよって言ってる。ゆらげちゃんめっちゃホッとしてる。よかった。ラッキーぐらいの感じでしょうね。なるほど。展開が良かったね、あの、モーラスの点差がね。水谷さん、ガン切れですね、多分。ガン切れ。怖いよ。何してくれてんねん。水谷さん、怒らないですから。うん、あんま見たことない。見たことないです、怒ってるの。はい、というわけで、2回戦終了となりました。この後、はい、この後は CM を挟みまして、第3戦の模様をお届けしてまいります。しばらくこちらをご覧ください。